セカンドチャンスは次長課長井上さんと庄司さん。そして2人へのテーマはこちらです。競馬、そして言っていただきたい5つのキーワードはこちらです。はい、競馬ないですね。さあ競馬でいきますよ。はい、5つですね。100秒、はい、よーいスタート。競馬、はい、よろしくお願いします。もう僕全く知らないんですけども、教えてあげるね、はい、競馬ってのはね、実は誰が走るか言ったら馬やね。はあ、はあって話に、まずは勝ったことある？いや、ない、全然行かないんです。いろんな買い方があってね、はい、馬タン、牛タン、何言うタン大きなのが出るのは大きなの出るの、万馬券とか言ってね。あ、それ取られたことある。取ったことあるね。で、はい、そんなどうでもいいから。どうでもいい。うん、どうでもいいですよ。いや、競馬、はい、障害レースいうのもあってね。障害。うん、はいはい。いろいろこう何かを乗り越えて。乗り越えたり。その先にゴールがあるんですね。その先に、まあ、はい、未来があったり、いろんなものがあったりするわけね。それぞれの人生があるんです、ね。そう。馬の上に乗ったことある？馬の上には、一回だけやりますね。あ、ほんなら、馬に乗せたことあ、わかんないのね。馬を乗ったことはないですけども。乗りにくいもんね、はい、あいつら。まあ、そんなどうでもいいんだけど。いや、持ち方次第ですけども。芝とかダートとかって、ね、はいはい、あたる、まあ、紙で書くやつがあるね、知ってる？こう、昔は口頭で言ってて。誰に？誰に言ってたの俺。バケ屋のおばちゃんに。おばちゃんに、おばちゃんに、マークシーっていうのがあってね。はいはい。うん、まだ。で、それでレースはどれぐらいやるんですか？レース、はい、土日。土日。何レースぐらいやるんですか？うん、いっぱいやね。競馬ほとんど言うたんちゃう？全然出てきない。おい、けるほどだけど。こちら万馬券パドック G1 竹豊赤鉛筆。竹豊知ってましたね。万馬券知ってたんですか？竹豊知ってましたね。あー、残念でした。もうおばちゃんに言えばよかったんですか？昔はおばちゃんにちょうだいって言ったら、そう、おばちゃんが何でも持っていきって。いいよ、駄菓子屋のおばちゃんやんか。以前村上庄司さんの居酒屋のバイトの面接行ったんですけど、うん、落とされました。庄司、なんでこんな可愛らしく落としたよお前。俺お前は詐欺師か。俺ってなんやねん。僕面接してないよね。はい、してないです。なんやねんお前。まして落とすと面白いこと言うから。メンバーご紹介しましょう。まずは村上庄司さん。久々に、はい、まだ健在でございました。あ、はい、健在でもないよ今の。余ったかっていう感じ。健在っていうリアクションじゃなかったよね。まだまだっていう感じ。まあいろんなこと試したけど、やっぱりタンメンが一番効くわけやな。そうですね、ここでなんかマルコとかなんか叫んでましたけど。そうやな、はい、マルコポーロ やったらチョイスして、はい、どえらい失敗したことあるからね。やり続けるっていうことを言われましたので、やり続けます。そう、はい、やり続ける凄さね。はい、何十年とやってるんですね。だってドゥーンなんて俺出会った時からやってるからね、こいつ。だからおよそ正直30年やな、あれやってますね。30年。まあ30年前はボヨヨヨーンって登場しとってんけど。
だあれ俺やめてくれ言うたら間延びすんねん。村上翔さんですボイヨヨーンってはいどうもデンって、うん、デンこれなんどういう意味なんですか。そこ掘り下げた。そこ掘り下げんの25年間やってんのそれ今更どういうことですかあれは鼻がね鼻がダーンっていうことなんです。鼻がダーン鼻がと鼻がでもだからあれやな手紙のイメージだな。これ、うん、鼻がバーンとこう飛び出てるからくり名物替え歌が帰ってきた。38名の芸能人がしのぎを削る。リーダー脱菜危険者いただらけ忘れてないの秋頃一気に見なくなる、ね、勝つってことはね新しい時代が来たなってことだ。本家本元ここに復活。これより明石家さんまの芸能人替え歌王決定戦スペシャルを開催いたします。よろしくということです。あ、こんにちは。まあまあ替え歌も久々で、とにかくあのからくりテレビの、レギュラーが、久々に揃って、だから終わって今半年、そうそうからくり22年続いたからくりテレビが終わって半年の間に新番組が終わるんです。わけわからない、TBS どないなっとんねん話今日ゲストが2人桐谷君と江本君です。よろしくお願いします。この二人がまあ揃うってのも宣伝ドラマの宣伝でね、すいません桐谷君、はい、頭パッカーン ありますいやそれゲラゲラ笑わなきゃいけないんちゃうなんです桃太郎にもう一回やってもう一回やってって言ってるやん。そうです頭パッカーンもう一回もう一回とか言ってくれなあかんねやもういや大変何のドラマなんですか。なんとですね、天皇の料理番という、ドラマなんですけども、35年前に僕がやってたドラマなんです。私は辰吉という役だったんですけど辰吉を今回江本君がやってくれるんです。そうなんです僕やらせていただいてます。ぜひ見させていただきますので、ね、もう頭ばっかーこれやってこれやってさあいつもこちらの方には山本、アナウンサーがいるんです。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。山本はなぜこの替え歌を下ろされたんですか。預かり知らぬところなんですけれども。なんか訳あんねやな裏事情で。TBS2 年目の宇垣美里と申します。よろしくお願いします。それでは早速ルール説明の方をさせていただきます。はい、これから出場者の方々には一組ずつ順番に歌っていただきます。歌い終わったらお手元のタッチパネルに歌唱力、表現力、歌詞のうまさ、面白さの3点を総合的に判断して全員もうちょっとテンポアップにならん。失礼いたしました。つまきめで、はい、100点満点で採点。この番組は NEXT IS NOW ギャラクシーとドラマスポンサーの提供でお送りします。そして見事優勝された方には今ご本人が一番欲しいものをプレゼントさせていただきます。わお、はい、行きましょうか。はい、芸能人替え歌王決定戦スペシャル、まずはこちらの方です。昨年本場の英語とダンスを習得するため全てを投げ捨て単身ニューヨークへ留学。ホームステイにダンス教室、充実した留学生活を送るように見えた彼女だったが、
実はもう一つニューヨークでやりたいことや、それは恋人探し。しかしニューヨークにナオミを満足させられる男はいなかった。消化不良のまま帰国したナオミだったが、その後新たな展開が。果たして何が起きたのか。